オデッサ戦車オデッサ戦車はソビエト連邦の装甲車である。NI タンクもしくはターアタンクとも呼ばれる。本車は農業用トラクターに装甲板と機銃や軽量な対戦車砲などを取り付けた即席の装甲車両である。独ソ戦序盤に多くの装甲車両を失った上に、それらの生産工場の疎開を余儀なくされ、目前に迫るドイツ国防軍に対し、 装甲車両の投入が間に合わず、前線にてその場しのぎで作られた。製造及び実戦投入は、現ウクライナオデッサで行われた。一装甲された、車体、2側面装甲板、三機関室、四重棟、五フェンダー、六排小機、七機関重棒縦、八 d s h k 機関銃、九服、十0具箱、十一排機関、十二車体ビーム、十三。 車体前面、14軽引用接続具、15誘導輪、16指示輪、17軌動輪、18天輪、19DT 機関重機損のトラクターに多少手を加えたに過ぎないため、生産は容易であり、68両が生産された。とはいえ、その分構造的に相当無理をしている感じは否めない。速度は時速 7km しか出ず、 もともと戦闘用ではない車体に、装甲や兵器を搭載して、無理やり動かしており、稼働の度にひどい騒音が生じた。搭載兵器は、DT 機銃のほか、1K37mm 対戦車砲、19K45mm 対戦車砲などまちまちであった。しかし実戦に投入されると、いざ進行してきたルーマニア陸軍は、本社の存在に驚き、一部の部隊を交代させる。 ことに成功した。元より本社は生産後も戦闘よりも敵軍に、重戦車のように見せての威嚇、偽装が主目的であったため、限定的には目的を達成したと言える。走行は、トラクターの馬力を過労じて妨げないレベルのものであったが、消火器程度であれば耐えることができた。さらに包囲戦での主敵たるルーマニア軍には、対戦車火器が不足しており、本社の存在は、 12分に脅威となった。そのため、ルーマニア軍は、数少ない戦車部隊を、オデッサ包囲戦に投入することとなり、とに、戦車部隊の損耗を拡大させてしまう結果となった。ありがとうございます。